九州の方ではまあ一応4グラムということで、まあ、どうして4かというと、その3と4というとあたりがまあ非常に微妙で、4の方がかなり治療が入れやすくて、まあ、というのはやっぱアルファ1マイクログロビンの除去率とかも上がりますし、治療効果、関節痛とかの改善効果も高いということ、それから、まあ、患者さんもまあ耐えたということで、まあ、一応4グラムということで九州の方では線を引きをしております。アルブミンはもうこれ1981年ですか、斉藤先生が報告されている時はもうアルブミン10グラム以上ですかね、もうかなり多く見てて非常にいい臨床効果を上げておられまして、でアルブミン損失とまあ関節がまあ改善するというのもすでに報告されてますし、それと今日ここではアルブミン損失と貧血の改善をちょっとお話したいんですけども、 A 群、B 群って分かれてますけど、 A 群というのはアルブミン損失が4グラム以下です。で B 群というのはアルブミン損失が6から12グラムですね。ちょっと隙間が空いちゃったんですけど、かなり多いんですね。でそれでやっぱり長い間ですね、使って評価してみますと、これがヘモグロビンですね。ヘモグロビンがアルビンを抜くと血性アルビンは下がってるにもかかわらず上がるんです、ヘモグロビンは。というふうにやっぱりアルビンを抜くっていうのは、そのアルビン筋棒あたりの、まあ、何かを抜いてて、あるいはアルビンにくっついてる何かを抜いてるのか分かりませんけど、まず間違いなく貧血が良くなります。でただ血性アルビンがここに書いてあると下がってるんですね。で MCH、 これはまあ鉄の指標として見てるんですけど、まあ、これは変わらないということで、まあ、耐えれば患者さんが耐えればアルミを抜くということも決してもうちょっと抜いても悪いことはないのかなという気もします。はい、まあ、これは実際の臨床家の立場からしますと、一体この膜で何どれぐらいの老化速度を設定したらいいんだということが実一番気になるんですけれども、これはアルキニン損失をまあ 4g 程度にするというような観点からいきますと、まあ、ここですね、 4g ですね。そうしますと、ろ過速度ですね、ろ過速度を上げると、例えばこちら5希釈から見ていただきましょうか。そうするとヨーロッパ系のポリアミドとか AN69 というのはほとんどアルブミンが抜けないんですね。でそれに対してここがパンマンですね、ポリアクリニトリ、朝日のポリアクリニトリ、これでありますと大体5希釈の、まあ、耐量液時間という、まあ、80mL/min ぐらいですね、それがろ過速度でやりますと、まあ、大体 2g ぐらいです。で PS のもう今やマイルドになっちゃいましたけど、PSUW とか BS とか油膜でやると2から3グラムぐらい、PSH でいくともう少し多くて、APS とか BSU であるともっと大きくて、まあ、怖いんで、こういうふうに当然それに許容できるろ過速度っていうのが穴が大きい膜ほど小さくなっていると、まあ、当たり前のことなんですけれども、で5希釈の場合はまあここら辺の膜がよく使われると、ここら辺80mL/min あたりでのろ過速度で 4、5 時間やって、アルミン損失が2から4グラムくらいになるところがよく使われているということになります。で全希釈ではどうかと言いますと、全希釈っていうのはフィルターの中の濃縮効果っていうのがありませんで、アルミンのリークが少なくなります。ですから大体こういったものよりも穴が1ランク上の膜を使います。で、まあ、一番よく使われているのが、APS とか BSU とか BSP というダイライザーなんですけど、こういった膜を使いますとこういう250から300ぐらいのミリリターパーミネットの全希釈ろ過速度で、まあ、大体ここら辺の同じような、アルミンリークが得られるということになります。で こちら5希釈に適した膜で全希釈やるとちょっと物足りないんですね。マイルドな治療になってしまって、まあ、今日こういったのはあまり使われなくなってきています。でヨーロッパ系の膜は非常に透水性が高くていいんですけど、ちょっとアルブミン損失が少なすぎて練習効果も悪いし物足りないというようなことになっています。ここはちょっと膜が変わってくるというのがポイントになります。はい、その、まあ、治療をやりまして、どれぐらい、ごめんなさい、こちら側のベータ2マイクログロビンの除去率が上がるかというですね、こちら側がアルブミン損失です。でそれで、何をやったかといいますと、いろんな膜を使って5希釈20リッター液置間のHDF をやったんです。それでベータスミクログロビンの除去率、アルミンの損失がどういうふうになっているかということを見たんですけど、まあ、膜の特性が非常によく分かると思って出したんですけれども、当然右に行けば行くほどベータ2の抜けがいいんですけれども、いいからいいんですけれども、上に行っちゃうとアルミン損失が大きすぎるんで、それはちょっとこの条件では過激すぎるという解釈になります。そうするといいところ行ってるのはこの4あたりで、5希釈20リッターなら BS とか PSUW、 いわゆるパンのSF、まあ、こういった膜がいいということになります。で PSH とか BSU とか PSNAPS というのはちょっとアルミンの損失が過大になるので、このなろ過速度はちょっと無理だということになります。でこれはアルトレックスという膜なんですけど、これで20リッターやるとちょっとアルミンが抜けすぎて、これは良くない、しかもベータ線の除去率は良くないということになります。はい、で各種浄化器の適用病態ですけれども、まあ
結局この3型っていうのが、まあ、いろいろあるんですね。モードが違うから、まあ、分けざるを得ないんですけれども、まあ、それで適応病態が分けれるかというと、まあ、そこまでは残念ながら十分なデータがなかったように思われます。で、まあ、今日まとめましたデータは、まあ、主にこの大量域置換なんですけれども、まあ、そういったところで報告されている臨床効果というのを、まあ、まとめています。まあ、ここに書いてあるんですけど、まあ、こう3型ですね、3型の適応病態で、HDF、まあ、3型浄化器の適応病態ですけれども、まあ、透析アミロイド症に伴う、まあ、関節痛ということですね。関節痛から透析困難症、血圧が低い方ですね。それから双葉、イライラ感、不眠、末梢神経障害、それからエポ不応性腎性貧血、あるいは、まあ、エポに反応してても使えばエリスロポリチンは半減します。ですからこれは透析のコミュニティがどういう作戦を立てるかということだと思います。エポを減らしたいのであれば HDF は非常にいい手法だということになると思います。それから栄養障害で、あとはその他 QOL を著しく低下させる病態で HDF の効果が期待できるものと、まあ、非常に曖昧なんですけれども、要するに多くの報告はないけどこういうのに効いたという特殊な事例の、報告があるんですね。でそれもまあ無視するわけにはいかないだろうということです。はい、でその特殊な病態とはどんなものかといえば、例えば高血圧、心不全、からダイアライズや血液回路の凝血、これがひどい方が HDF やったら治ったという報告があります。から意欲の低下が治ったとか、性欲の減退、性機能の低下が治ったとか、口輪血症が治ったというような報告もあります。で HDF が目標とすべき除去特性です。まあ、適用としては確かに HDF それで今挙げたような適用でいいとは思うんですけれども、確実にその、効果が得られるというふうにするにはやはり除去特性を挙げておく必要があるだろうと思います。でそれはどういうものかといいますと、 β2 マイクログルビンの除去率、まあ、4、5時間で、まあ、80% 以上で、これはまあヘマと非補正値、補正しなくても、まあ、80% ぐらいの除去率は得られると思います。でこれを得るための平均クリアランスは、まあ、次のスライドで詳しく説明しますけど、80から 90ml パーミリットということになります。でアルファ1マイクログルビン、もっと大きなものですね、むしろ3万3000以上のものですけども、それも 4、5時間で除去率が、こちらはヘマと補正値で 40% ぐらい、まあ、これぐらい高めると非常に効果があると。でそれでなおかつアルミニソニスを2から 4g に抑えれば、まあ、非常にいいところに落ち着きます。で臨床効果も高いということになります。で患者のコンプライアンスもいいということです。で具体的には大口径で分布がシャープな細胞を持つ膜による大量液置換前希釈 HDF もしくは HF で達成が可能ということになります。ベータ2マイクログルビンのクリアランスと除去率の関係です。でこれで見ますと、まあ、80% 以上の除去率を得るためにはやはりクリアランスで80、90とそこら辺のあたりのクリアランスが必要になってきます。ただしこれは当然平均ですよね。除去率を得るための平均のクリアランスですから、1時間の時だけこれだけ良くて後半落ちたらこの除去率は出てこないということになります。はい、各種治療法の低分子量タンパクのクリアランスを比較してみました。まあ、従来型 HD は、ベータ2マイクログルビン、アルファ1マイクログルビンとも、まあ、全く抜けません。それが、まあ、ハイパーマンス HD、まあ、ここでは PS1.9UW にしてますけど、そうしますと、まあ、ベータ2も抜けますね。でアルファ M も少し、ね、抜けます。であと、まあ、タンパク透過型 HD とか、呼気釈 HF、前気釈 HF、呼気釈 HDF、前気釈 HDF というふうに、出してますけれども、ベータ2の抜けからいくと、今のところ呼気釈 HDF ですね、これは実際には BS1.8 ですから、で QB250 で QF80 でやったのが一番良かったですね。で、α1M に関しては前気釈の方がいいです。まあ、これは実はフィルターの中で濃縮効果がありませんので、アルブミンというリークを 4g と決めてしまえば当然濃縮効果がない方が α1M の抜けはいいということになりますので、前気釈の方がいいということです。で、まあ、最終的にはこの大量前気釈 HDF もしくは HF に、まあ、収束していくんだろうなというような見通しが、まあ、これで立つわけです。HDF の副作用ですね、これはないかということなんですけど、まあ、これはこれまでも整理してますと、低分子量タンパクおよびアルミニソニスに基づくであろうと思われる兆候として、治療中の血圧低下、まあ、これ高質浸透圧が下がるということですね。昔血圧が低下した時に、まあ、アルブミンを補給するとかいう、そういう、まあ、高価な乱暴なことをやってましたけど、それの反対ですね。それから2番目に HDF-HF 均衡症候群、これが独特なもので、HDF 終了後、まあ、HF でも出るんですけど、終了前後から数時間持続する筋脱力、倦怠感、頭痛ですね。こういった特徴的な症候があります。で同じような症候が直後はどうもないんですけども、数時間経ってから出てくるっていうのがあって、まあ、区別するためにリバウンド症候群と呼んでるんですけど、兆候は同じです。やはり筋脱力、倦怠感、頭痛
で、低血圧を伴うことがあります。こういったものがあります。これは HD でなかったときに、こういう HDF、大量基地下にあると出てくると。これは HDF の仕組みなのか、間欠型治療の仕組みなのか、その両者なんでしょうけれども、そういったところですね。それから、あまりアルブミン抜きますと、低アルブミン血症とか高脂血症が出てきて、将来的に動脈硬化とかそういった観点で見ていかがなのかという、ご指摘が先ほど斉藤先生の方からされておりました。だから、ここら辺もモニターしていく必要があるということです。それから透析液 N トキシンが血中に流入しますと、当然発熱、心線、倦怠感、筋脱力、大きい血圧低下、補体、凝固系白血球、血管内皮の刺激ということが、予測されるわけです。HDF の副作用で先ほどの HDF 均衡症候群とかリバウンド症候群とか言いましたけれども、これは簡易的モデルから簡単に予測できまして、治療ずっとやっていきますと、血小中の β アツネミとか低分子量タンパクっていうのは結構下がっていきます。ところが間質の方ですね、低分子量タンパクっていうのは血管内のみにとどまらず間質にも分布するんですけれども、これが遅れて下がってくると、そうするとここにギャップが生じると。で、それをこう書いたんですけども、治療後は間質の方が多いと、で血小の方が少ないと、でいうようなことがあります。そういったので治療中は、バランスが取れてるんですけど、やめた段階からプラズマリフィリングの反対ですね、そういったものが起こって、こういった症状が出るんじゃないかというようなことが推察されています。はい、HDF のエクストラコストですね、2型 HDL 余計に必要なコストというのを今回、調べてみたんです。で、人件費から置換液代から水処理装置、RO とかその周辺ですね、それから消毒薬、それから流す水、それからエンドトキシンカットフィルター、エンドトキシン測定、それから、専用の回路ですね、それから、フィルターの差額、要するに浄化器の差額っていうですね、そういったものをちょっと一つ一つ積み上げて、ちょっとあまりにもこの置換液の値段が、ボトル型の置換液の値段が大きかったんで、ここが潰れて見にくくなっちゃったんですけど、すみません。で、結局ですね、要約しますと、オンライン HDF とかブッシュプロ HDF というのが、余計にお金がかかっているのが、大体1600円ぐらいですか、1600円ぐらいなんですよ。これ私たちの施設 の例で、実は患者さんの4分の1ぐらいがオンライン HDF ブッシュプロをやっているんです。で、そういった施設で1600円ぐらいかかるんです。で、これ増えていけば単価は下がっていくんですね。例えば RO の投資なんていうのは1回やればそれ全体共通ですからいいんですけれども、少ない施設は多分もっと高くなってくると思うんですよ。1施設で1台とか2台としかこれをやってなければ、1回の治療あたりおそらく2000円ぐらいは余計にかかってくるんじゃないかという、算定の結果になりました。ですから、こういったのはこれをどういうふうに原点数として変えていくかということをやはり考えていかないといけないと思います。で、当然ボトル型の場合はこういうふうに置換液代がさらに関わりまして、あと人件費も必要になっています。そうすると当然これはこれだけ高い、お金がいるわけですから、当然国家として保険適用に制限をつけるというのはしょうがないと思うんです。そこがちょっと難しいんですけども、医学上の適用というのと、そういう経済的な適用というのがありますので、当然従来型の方が厳しい適用といいますか、実際上のですね、適用ということは厳しくなってくるんだろうと思います。水質管理の、お金が結構かかるんで、フィルターの分離でそれの薬価を分離するということも必要でしょうけど、やはりどうしてもこの水質管理加算というのをこの3型の血液浄化器ですね、これには取り入れるべきじゃないかというふうに思います。で、従来型の HDF でどうして水をきれいにしなきゃいけないかというふうに思われる方もいらっしゃいますけれども、従来型の HDF でも透析液は流れるんですね。で、ろ過をしているときは逆ろ過とか逆拡散で入ってくる N トキシンとか少ないんだと思いますけれども、一時的に、ろ過を止めることもあるでしょうし、あるいは治療の開始時っていうのは大量の N トキシンが入ってくるというようなことも指摘されていますので、やはりここはまとめて、水質管理加算をつけるのがいいんじゃないかと思います。そのためには当然ここで非常に大きな線引きをして水質基準というのが必要になってくるということになると思います。これが次の、武田先生の話になってくると思います。はい、で、私の話もと言いますと、 HDF の、 保険適用は、2型 HD 改善しない透析アミロイド症、透析困難症、そういうイライラ感、不妊、末梢神経障害、エポ不応性、腎性貧血、栄養障害、エポ不応性は外した方がいいかもしれませんけど、栄養障害、それから QOL の寿命が低下する病態と。
から HDF の副作用としては血圧低下、不均衡症候群、リバウンド症候群、から HDF を慎重に導入しなきゃいけない人は、まあ、非代償性肝硬変のような、まあ、あのアルミンソイスに耐えないような人、から食事が絶対的に摂取不足しているような人、まあ、HDF で食欲が治ればいいんですけど、治らなければやはりアルミンソイスに悪い影響が出ると思います。それから三型血液浄化の要件として透析液浄化がやはり必要であるということ、そしてこれに対して検定数を求められれば、まあ、結構だというふうに思います。以上です。